奇跡体験。この度奇跡体験は番組メンバーのスカイピースのテオくんがガードマンと揉め、斉藤がやらかし、綾菜が離婚し、丸がやらかし、税金が AI だったことが判明したという緊急事態に伴い、当面の間番組を休止いたします。その代わり奇跡体験なんちゃんのナイトルーティーン3時間スペシャルを放送予定でしたが、なんちゃんのお風呂上がりケアが放送時間を大幅に超えたため、緊急事態により放送見送りとなりました。その代わりキリンの膝小僧4時間スペシャルをお送りする予定でしたが、あまりにセクシーすぎるため、今回はアンビリバボートラウマ界特集にしたいと思います。緊急事態系サムラージ渋いよちはゲート。世の中には実話という触れ込みは名ばかりの、実際には創作されている怪談がはびこっていますが、世の中には真の意味で実話の怪談もごく少数ながら存在しており、それらの中には創作では絶対に生み出すことのできないリアルな恐怖が潜んでいます。ということで今回は、某大学に現存する呪いの絵、どこまでも救いがない最悪の霊障、衝撃の真実が判明した幽霊トンネルなど、アンビリバボーで放送された本物として恐れられている屈指のトラウマエピソードを3つほどご紹介していきたいと思います。ではいく。ヒカルさんの絵。これは昭和50年頃の話。愛媛県の松山商科大学の古い木造校舎には、物悲しい表情を浮かべて椅子に座る女性が描かれた、通称ヒカルさんと呼ばれる絵画が飾られていました。そしてこのヒカルさんには目が動く、絵を指さすと必ず怪我をする、夜間に絵から抜け出して校舎内を徘徊している、などの恐ろしい噂が囁かれており、番組に情報を寄せた元学生の A さんも、実際に目が動く瞬間や絵を指さすした人物が階段から転げ落ちて大怪我を負う場面を目撃したといいます。そんな恐ろしいヒカルさんの絵ですが、普段は図書館や部室に向かうための階段付近に飾られており、一部の学生は前を通らざるを得ない状況だったため、これを疎ましく思った A さんは友人らと協力して絵を屋外に持ち出すと、火をつけて焼却処分してしまいました。この時燃え上がるヒカルさんを見た A さんは恐怖からの解放を確信して安堵しますが、その後にわかには信じられない不可解な現象が A さんを絶望させることになります。ヒカルさんを燃やした翌日、 A さんが友人と共に木造校舎を訪れると、なんと燃やしたはずのヒカルさんが何事もなかったかのようにかつてと同じ位置に飾られており、これを見た A さんは驚きのあまりヒカルさんを指さしてしまいました。それから取り返しのつかない過ちに気づいた A さんは体調を崩してしまい、心配した先輩が車で A さんを自宅まで送ってくれることになりました。ですが不幸なことに道中で交通事故に遭い、 A さんはヒカルさんを指さした右腕と人差し指を骨折する重傷を負ってしまったそうです。そして A さんの体験談はこれで終了し、その後ヒカルさんの絵は平成元年に木造校舎が取り壊された際に行方不明になってしまったと伝えられていたのですが、番組が大学を取材した結果、ヒカルさんは大学の地下倉庫に保管されていたことが発覚しました。また絵の裏には少女というタイトルと、作者とおぼしき佐藤光という人物の名前が書かれていたため、番組は作者の素性を突き止めようと大学の卒業名簿から佐藤光の名前を探しますが、なぜか名前は記載されておらず調査断念を余儀なくされました。その後番組が光さんにまつわる情報を集めていると、大学には昭和40年代の夏休み前日、一人の女性が大学地下にあった図書館で遅くまで調べ物をしていると、中に女性がいることに気づかずに守衛が出入り口を施錠してしまい、休み明けに変わり果てた姿で絶命している女性が見つかり、彼女がヒカルさんのモデルになったという噂が存在することが判明し、番組は絵には少女の怨念がこもっていたのかもしれないとして、この恐怖エピソードに幕を下ろしています。そしてこのエピソードは未だに実物のヒカルさんが存在するというリアルさから、数あるアンビリバボーのエピソードの中でも特に人気が高く、この話を知る人々からは噂が強烈かつ絵が不気味なので、ホラー耐性が低い人が見ると意識が絵にとらわれてしまい、それが錯覚や不注意を引き起こしたのではないかなど、真相をめぐる議論のほか、俺の嫁も画面から出てこねえかななど、斜め上からの感想も上がっています。浮かび出たもの。これは漫画家の角田次郎さんが1982年に体験した恐怖エピソードです。角田さんといえば心霊研究家としても活躍していたことから、彼の元には連日怪奇現象に悩む人々から相談が寄せられていました。そしてある日角田さんは正田という20歳の女性から寄せられた毎晩のようにポルターガイストや金縛りに見舞われる上、和服を着た不気味な老婆や若い女性に首を絞められるなどして襲われるという相談に興味を持ち、正田さんを自宅に招いて話を聞いてみることにしました。すると正田さんは手紙に書かれた内容に加え、腕にしこりのようなものができて激しく痛むが、医者に見せるとお腹や腕に症状が移動してしまうため、一向に治療が進まないという怪現象を語ったため、これを聞いた角田さんは、そのあまりの不可解さから正田さんのことを信用しきれずにいました。しかし次の瞬間、突然正田さんが激痛を訴え始めると同時に、体中に複数の旧事態のような形状のミミズバレが浮かび上がってきたため、これを見た角田さんは戦慄し、知り合いの霊媒師に正田さんを霊視してもらうことにしました。そして霊視の結果、霊媒師はあまりにも強い霊がついているため、一般的な方法の霊媒師の体に霊を下ろして除霊するという方法では解決できないとして、正田さんの体に直接霊を下ろして除霊するという手段を提案しました。そして正田さんはこれを承諾したため、その後除霊が行われたのですが、霊を下ろした瞬間、彼女は女性とは思えない怪力で暴れ回った後、自身の素性について、自分は会津藩の武士、正田家の家臣だったが、ある日裏切られて罪を着せられた挙句に闇討ちに遭い殺されたため、正田家をたたるために現世に降りたと語り、これを聞いた霊媒師は、たたりに執着しているといつまで経っても成仏できないとして除霊に力を込めました。すると正田さんは力が抜けたようにその場に倒れ込み、その後目を覚ますと体の異変は収まっていたため、除霊は成功したとして正田さんは自宅に送り届けられました。しかしそれから数日が経過すると、今度は買ったばかりの果物がすぐに腐敗する、けたたましい笑い声を上げる女性の霊が現れるなどの怪現象が正田さんを襲い始め、これを聞いた霊媒師は、霊を下ろした際正田さんの体は現世と冥界をつなぐパイプになっていたため、家臣とは別の悪霊たちが取り付いてしまったのだろうと考え、再び除霊を行うことにしました。それから除霊が始まると、正田さんに取り付いた霊はこの子を弱らせて霊能者の元を訪れさせ、お前のような霊能者を次々と殺していくことが狙いだったと恐ろしい目的を明かし、これを聞いた霊媒師は新たな犠牲者を生み出さないために全身全霊で除霊に臨み、なんとか霊を払うことに成功します。その後意識を取り戻した正田さんに霊媒師が、これ以上霊が暴れることはないでしょうと伝えると、正田さんは泣き崩れて霊媒師に感謝を述べ続けました。こうして正田さんは霊から解放され、平穏な日々が取り戻されたかに思えたのですが、数ヶ月後に経過が気になった角田さんが正田さんに連絡を取ったところ、衝撃の事実が判明します。なんと正田さんを襲う怪現象は以前にも増して激しくなった上、原因不明の腫れ物が発生して顔半分がただれてしまったそうで、永遠に終わらない霊障に絶望したのか、その後正田さんとは一切連絡が取れなくなってしまったといいます。そしてこのエピソードは未解決のまま幕を閉じているため、どこまでも救いがないその恐ろしい内容は未だネット上で語り草になっており、アンビリバボーで最も怖い話としてこの話を挙げる人々も多数存在しています。幽霊トンネル。これからご紹介するのは、アンビリバボーの中でも特に絶大な人気を誇った怪奇作家の小池武彦さんが、有名な怪談を徹底的にリサーチし、隠された真実をあぶり出す怪奇探偵の調査ファイルという企画の中でも特に大きな反響を呼んだエピソードです。この回では怪奇現象が多発するという愛知県のあるトンネルにフォーカスが当てられ、小池さんは現地に伝わる多数の怪談の中でも特に印象深い話として次のような怪談を紹介しました。これは仲のいい2組のカップル A と B がそれぞれの車でデートに出かけた際の帰り道で起きた話。先行する A カップルは相当な速度で車を飛ばしていた一方で、後方の B カップルは安全運転を心がけていたため、やがて双方の車は互いの姿が見えなくなるほど距離が開いてしまいました。その後後方の B カップルがトンネル入り口に差し掛かった時、なぜか先行していたはずの A の車が入り口付近に停車していたため、心配した B カップルはは車を降りて様子を見に行くことにしました。すると車内には恐怖で凍りついたように目を見開いたまま絶命している A カップルの姿があり、これに驚いた2人はすぐに車に戻り、その場を離れようとしました。ですが B が車のドアを開けようとしたところ、突如車内から謎の腕が伸びて B の腕を掴んできたため、 B が顔を上げると、そこには恐ろしい形相で B を睨む着物の女性の姿があり、これに驚いた B の彼女は B を置いて一目散に逃げ出してしまい、その後 B は二度と戻ってくることはありませんでした。以上が小池さんが語ったトンネルの怪談で、小池さんはこの話を知った当初はトンネル工事の際に死者が出たことがルーツになっていて、それが複数の怪談に変化して伝わったのだろうと考えたそうです。そして現地には明治30年に完成した旧トンネルと昭和35年に完成した新トンネルがあったため、小池さんはそれぞれのトンネルについて調べを進めたのですが、どちらのトンネル工事にも事故の記録はなく、死者も出ていないことが判明しました。その後怪談のルーツを探るべく小池さんが現地に赴いたところ、偶然肝試しに来ていた女性たちと遭遇し、彼女たちからトンネルの中ほどまで歩いていくと、母親を探す少女と少年の兄弟が現れ、彼らに声をかけると手をつながれてどこかに連れて行かれるという怪談を聞かされます。そしてこれを聞いた小池さんは、数ある怪談のバリエーションの一つに過ぎないだろうと考えたのですが、その後トンネル周辺に古いお地蔵様が2本祀られていることに気づき、これが先ほど耳にした怪談の兄弟に関係している可能性を見出します。それから小池さんは地元の資料館を訪れて文献調査を行い、その結果新トンネル完成直前の昭和34年に5000人以上の死者・行方不明者を出した伊勢湾台風が現地を襲っていたこと、トンネル付近で土砂崩れに巻き込まれて亡くなった2人の兄弟が存在し、あの2人のお地蔵様は兄弟の死を忍んで建てられたものであることが判明しました。さらにその後も調べを進めていくと、関連情報として台風によって兄弟の母親も亡くなっており、その遺体は最後まで発見されなかったこと、幽霊の目撃情報が出回り始めたのは台風の後からだということ、現地のドライバーの間でトンネル付近を通りかかると着物を着た女性にトンネルまで乗せていってほしいと声をかけられ、車に乗せると女性はほどなくして消えてしまうという怪談が伝わっていることなども分かり、小池さんはこれまでに調べた情報から、この幽霊トンネルの怪談は災害によって非業の死を遂げ魂が引き裂かれてしまった悲しい親子の物語がルーツであると結論付け、最後に調査を終えた時親子の冥福を祈らずにはいられなかったと語り、神妙な面持ちを浮かべながら企画を締めました。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てなんちゃんがキリンの膝小僧を軽石で削る緊急放送はいよと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。